1年生、窓に行きます。それでは、間に行きますね。まず、穂先が上でいいので、かぶせる。軽く止める。受ける。花の最後のような感じ。手前の右に倒すといいかな。真ん中を狙って、まっすぐに降りてきて、左に倒して半円で上がります。ただここで、へを描きます。上がって、下がるときに、かぶせる感じで、ここはあんまり短くしないようにしてください。ドに行きますね。45度よりも少し立ち気味に持ってきます。太いから細いぐらいでお尻をきれいにね。そしたら少し引いて、この線よりも低い位置から引いて、右に倒したままお尻から上の線よりも出しすぎないようにして、このまま鼻の最後で手前の右で上よりも短めにして止めます。で、点ですね。